ヒモハメは絶滅した哺乳類の一グループである。オビハメという訳語もある。暁月新生初期から死神予中期にかけて北アメリカ大陸のみに分布していた。体重 5kg から 100kg 以上まで体の大きさは多様性に富んでいる。初期のものの代表格オニコデクテスは特殊化していない身体構造を有しており。 またおそらくは雑食性であった。剣士は巨大であり、そして九士は交換派となっていた。身体構造は彼らが優れた、投反能力とオポッサムに似た生態を持っていたことを示唆している。 後期のものの代表格であり、おそらく最もよく知られたヒモハメであるスティリノドンは、大型の獣で、明らかに強固な頭部構造をしていた。上の摂取は長く、四根を描いていた。剣士もまた大型化しており、のみのような形に発達していた。九首は尖った形状であった。強力な前足には、長く平らな鍵爪があった。スティリノドンの形態には、 土豚との類似性があるが、葉の構造は明らかに彼らが植物植生であったことを示している。彼らは、その強力な前足で植物の根や海景を掘っていたのであろう。ヒモハメの哺乳類の他のグループとの関係は不明確だが、同じように、系統不明の絶滅群であるペイリオリクシデイやパントレステス類との類縁関係が指摘されることがある。 大きなグループであるキモレステス目に帰属させる場合もあるが、キモレステス目は人為的な分類群である可能性があり、未分類群のゴミ箱として役立つに過ぎないとの見解もある。ありがとうございます。